チゴザサイサークニーグラボウザは、イネカの植物の一つ。小型の笹のような姿の植物で湿地に群生する。多年生の草本。根茎は横に伸び、そこから直立する茎を出す。直立する茎は高さ30から60センチメートルになる。直立する茎に出る葉針は非新型で、長さ4から9センチメートル、幅4から8ミリメートルほど、主脈はあまり目立たず。 葉の縁はやや硬くなってザラつく。葉端田は一列の長い毛の形になる。下記は6から8月で茎の先端に円錐花序を直立させる。円錐花序は長さ3から6センチメートルで枝は屈曲して小棒を炭性するか1から2回分子して小棒をつける。分子はやや細く、それが大きい角度を取ってまばらに広がる。小には柄があり、その途中に 炭鉱色の帯状をした線がある。コボはほぼ楕円形だが先端に向けてやや幅が広まっており、また基部に向かって細まっていて、長さ2から2.2ミリメートル、単緑色から紫を帯びて、泡紫色のものまでがある。またカチュウも格子色。カチュウは、開花時には、A の外へ突き出し、美しく見える。和名は、チゴザサで、 その姿が細く小型であることによる。この類のコボは2個の小鼻からなり、2個はほぼ同大で、腹肺に扁平で、いずれも両性鼻である。包み絵は高大円型で紙質、コボと、ほぼ同調かやや短くなっており、はっきりしない脈が数本走る。森絵は硬くて、やや角質、大円型で縁が内側に巻き、その内側に内栄を抱える。内も、 角質でやや平坦、熟すと単行色となる。果実が成熟した際には内栄と、森栄は果実を抱えてそのまま脱落し、柄の上には包み絵だけが残る。なお、二つの小花の内上のものは、両生下で結実するが、花方のものは有生で結実しないと記述される例があるが、多くの場合に、両方ともに結実する。日本では、北海道から、 琉球列島までと広く分布し、国外では中国、東南アジア、オーストラリアにまで分布がある。普通種であり、水湿地に出現して、よく群生を作る。水田のアゼや溝などにもよく出現し、急降田では一面に群落を作ることが珍しくない。本属の植物は、東南アジアを中心に、世界の団地に生育し、約60種がある。日本では、本種の他に、 以下の二種がある。いずれも、本種より、はるかに小型の植物で混同することは、まずない。他に、北村ほかには、大チゴザサイサブグラボーザが取り上げられており、やや大きくて、紫を帯びず、二つの小花のうち下方のものが優勢で、欠実しない、との記述があるが、おさだもさたけほかもこれには、触れておらず、認めていないものと思われる。しかし、ユーリストには、 この種が認められている。以下、種として、長田 P650 佐竹ほか P96 巻の P744 巻の P744 以下、種として長田 P650 下の写真では2枚目は両方とも結実しており、3枚目の分解写真では、下方が優勢で結実していない。佐竹ほか P96 北村ほか、 P362 内山 P295 ありがとうございます。